うわー、素晴らしいね。いやー、日本の原風景だな。長野県の最北、手つかずの深き緑に囲まれた秋山郷。大自然に心躍る藤岡弘さんと杉アナウンサー。昔平家の落人が隠れ住んだとも伝えられる急峻な山肌のところどころに小さな集落が点在しています。こういう山の奥でひっそりとどうやってみんな一生懸命生き抜いてきたのか、どんなものを召し上がってらっしゃるのかもね、そう気になりますね。どうやって生きてきたのかな。見渡す限り険しい山、耕せる土地はわずかしかなく作物に恵まれない。その上冬は豪雪に閉ざされるため耕作できる時期も限られます。しかし人々はそんな不便をものともせず、どんな季節でも味わえるように、より多彩に味わえるように、かけがえのない恵みに工夫を凝らしてきました。え、混ぜるの？打たない切らない特産のそば粉で作る驚きの早そば。やたら刻んでやたら混ぜる最強のご飯の友やたら。おお、甘い。知恵が詰まった山のごちそうを求めて長野県奥信濃の山里を訪ねます。藤岡弘、ふるさと。いただきます。まず二人が向かったのは苗場山のふもとにある秋山郷の玄関口、小赤沢の集落。夏は登山、秋は紅葉を楽しみに人々が訪れます。あ、水の音が、はい、ね、聞こえてていいね。風も気持ちいいですね。爽やかで気持ちいいね。そんな集落を歩くと、お家の方がいらっしゃる、ね、なんか洗ってますよ。こんにちは。こんにちは。うわ、中入らせていただいてもいいですか。はい、はい。冷たい雪解け水が豊富に注ぎ込む池。冷やしていたのが梅干しですね。梅干しを入れたのを、はい、梅。わあ、うわあ、綺麗だ。じゃあもしよかったら、え、これ食べてみてください。ちょっと行こう。どうぞどうぞ食べてみてください。いただきます。はい。ん、あ、甘い甘い、美味しい。甘い、はい、甘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 い。そう、これはこの夏採れた梅を砂糖と酢で漬けた梅の甘酢漬け。なんでこれ、してますね、それがね、梅ってやっぱ砂糖入れるとね、うん、しぼんじゃうので、うん、割って、うん、割って、うん、そう、酸っぱい梅干しではなく砂糖につけて甘くいただく。一つの恵みをいろんな味わいで楽しむのだそう。工夫を凝らした山の料理、さらに教えてくれたのが、うん、早そばって言って、そばなんだけど、そばじゃない、あのこう大根を千切りにして、うん、あのそば粉をこう溶いて、団子みたいな、団子じゃないような、そういうの食べてみませんか、ちょっと、よかったら中に入って。よろしいですか。はい、嬉しいね。はい、せっかく来られたので、どうぞ。ということで、一風変わったそば、早そばを作ってもらいます。早そば、はい、これそば粉ですね。そばをね、こうやってそば粉から作るってなると、早いわけがない。でも早いんです。ボウルに入れたそば粉にカップ一杯の水を少しずつ加え、よく混ぜます。普通のおそばは手打ちは時間かかるから、これはただもうできちゃう、もうできちゃうっていう、はい、だいぶこうトロッとしてきましたね、はい、こんな感じで。そしていよいよそばをこねて打っていくのかと思いきや、なんと生地はこれで出来上がり。
じゃあもしよかったら藤岡さんも来てみますか。もちろんですか。お願いします。藤岡さん、大根を千切りにします。おー、いいですね。ねえ、上手。これが一人分の量ですね。早そばには大根も欠かせないんだそう。あの、沸騰してるところに入れますね。はいはいはい。千切りにした大根を沸騰したお湯に入れ、強火で 3,4 分茹でます。フライパンに大根を入れるんですか。そば粉があのつかないために、鍋だと結構周りにくっついちゃうので、流し込んできますね。先ほど作ったそばの生地をフライパンへ流し入れ、混ぜるの、はい、かき混ぜていきます。固まるんですね、これが、はい、焦げないよう混ぜ続け、そば生地が塊になってきたら火を止めます。これで、あ、もうできたんですか、はい、これそばといってもまた違ったね、はい、そばですね。そしてそば生地を一口大の大きさでそばつゆの中にゆっくりと入れていきます。最後に山菜やなめこ、根曲がり茸など具材をのせれば、麺を打って切る手間なし、あっという間に早そばの出来上がりです。上にのせる具材は天ぷらなど、そばに合うものなら何でも OK です。どうぞ。いただきます。はい。奥品の名物早そば、そのお味は？うん、おいしい。あ、よかったです。あ、トロッとした感じがおいしいですね。そうですね、おいしいね。食べやすいね、はい、驚いたのは大根が入ってる、このシャキシャキ感がね、非常にいいなって、はい、夏は冷たいつゆで、ざるそばのつゆでいいんですけど、わさびとこうつけて食べてもおいしいです。あ、限られた食材しかない中 で、ね、うん、こういうおそばを考案したっていうこと、先人の知恵だね。そうですね、本当に。そばを麺としてではなく、ふんわり団子に手早く作り、風味も存分に味わう工夫です。さらにこの地ならではの家庭の味、アッポを作っていただきました。野沢菜や切り干し大根などを米粉で包んだおやきのような食べ物です。ここで持ってきてくれたのは、はい、これはもう昔のおばあちゃんの代から100年以上経っている、あの、こね鉢で、道具も昔ながらの使いやすいもの。まず木鉢に入れたのは米粉。米がほとんど取れないこの地では、米のかけらも余さず粉としてありがたくいただいてきました。団地でやってみたいと思った場合、はい、普通のボールでもいい。全然ボールで大丈夫ですよ、はい、生地はお湯で溶かしながら耳たぶぐらいの硬さになるまでこねていきます。きびやあわ、そばなどの雑穀を練って団子などにしてきたこの地では、昔から木鉢は欠かせない道具。重く安定しているため、どんな料理を作るのにも重宝してきたんだそう。生地ができたら、味噌と砂糖で炒めた野沢菜を包んで丸めます。丸めたアッポは鍋の中で浮き上がってくるまで茹でていきます。じゃあここで焼いて食べましょう。炭火でアッポを焼きます。かぼちゃやとち、よもぎを米粉の生地に練り込んだアッポ、昔からさまざまな味で楽しんできました。あー、こうやって楽しい、焼いて食べるんだ。昔は灰の中に入れて灰をポッポッて払って食べた。はい、焼き上がった熱々のアッポをいただきます。これつけて食べるわ。はい、土地アッポはきな粉をつけて。いただきます。はい、どうぞどうぞ。熱いかもしれない、熱いかもしれない、うん、あ、うん、うん、もちもちして美味しい。よかった。あ、米粉での餅ってこういう味なんだ、美味しい。今まで食べたことない。
完食だよ、このポジションに行って。あ、よかったです。もうきなこと合うね。そうなんです、きなこと合うんですね。うん。野沢菜が入ったアッポは何もつけずにそのままいただきます。お米と野沢菜のお味噌って合うじゃないですか、ね、ぴったり。あ、よかったです。カリッとしてますけど、やっぱり生地がこう落ちっとこうなんかしっとりした感じがね。そうですね、お餅とはまたちょっと違う。そうですね、うん、これは朝ごはんでもいいですし、おやつにもなりそう。そうですね、子供たちは毎朝アッポを食べながら学校に通ったといいます。今でいうトーストのような感覚なんだそう。ふるさとの味を大切にいただく智子さん姉妹、山に感謝し移りゆく季節をめでながら暮らす毎日です。すごくね、あの山も春はね、芽吹きがすごく綺麗で、春が来るんだなっていう感じで、夏はもう涼しくて、あの風も冷たくて、朝と夜はもう本当に寒いぐらいだね、今日も。これ夏で自撮りの前に暑くないな。美味しくて、美味しくて。奥信濃の山奥で大切に受け継がれてきた宝物をいただきました。いやー、これが日本のまさしく古き良き日本の山里っていう感じだな。そうですね。11軒の人々が仲良く暮らす、ここは和山の集落です。山がすごい。うわー、この山素敵だね。大空の下、悠然と見下ろすのは鳥かぶと山。ここでも2人は素敵な宝物を見つけました。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。失礼します。うわ、作っていたのは先ほど見たばかり、この地に欠かせない木鉢です。山田和幸さんは伝統の木鉢作りの技を受け継ぐ職人です。うわー、どうですか。すごいすごいすごい。木鉢の材料となるのはこの地に多く茂る古い土地の木。年輪が細かく重くて丈夫な土地は100年以上使える木鉢になるといいます。これ、ね、田んぼが、まあ、いっぱいあるわけじゃなくて、やっぱそばとかあの泡冷えになっちゃってるわけですよね。だからどうしてこんなもんで絶対必要な道具なんです。昔はこの地にも20軒の木鉢作りの職人がいたといいますが、今でも作り続けているのは山田さんただ一人です。こんな山奥でひっそりとさ、お一人でね、こうやってまだこの伝統を受け継いで作られてる人が一人いらっしゃるっていう、もう奇跡だねこれ。山の恵みは食べ物だけでなく、道具や器、さまざまなものに姿を変え輝いていました。わあ、綺麗な水だね。すごい。秋山郷の深き山に刻まれた渓谷を流れるのは清流中津川です。あれ、ぬるぬるぬるって上がってる。本当ですね。温泉じゃないかな。間違いなくそうだよ。あ、ずん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 、さすが。いや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 。隊長、隊長待って。これ、ほら、どんどん湧いてるよ。あったかい。温泉だ。地殻変動によって作られた秋山郷。河原のあちこちに熱い温泉が湧き出し、自分だけの露天風呂を楽しむ人もいるそう。水のせらぎを聞きながらさ、この大自然に包まれてゆったりと温泉に浸かる、いいな。そんな温泉を利用し山裾に暮らす人々は旅人を癒す場所を作り上げました。
奥信濃の名湯野沢温泉です。日本の風情というか、これぞなんか温泉街、日本の温泉街って感じだね。そうですね。あの山の方とはまたガッと雰囲気、うん、違いますね。違いますね。多くの源泉が湧き立ち、町中に硫黄の匂いが立ち込める野沢温泉には、全国からたくさんの人々が訪れます。お、匂いが強くなってきた。温泉が湧いてるね。ねえ、ここは大釜だな。大釜ってほら、野菜とかね、いろんなものを足湯だけではなくてね、こう茹でて、あそこで何かやってるやってる、ほらほら。本当ですね。ね。ちょっとお台所仕事みたいな雰囲気が、うん、そうそう。温度の違う5つの湯だまりからなる大釜。かつて朝を茹で皮を剥いていたため、この名がついたといいます。あ、ちょうどいいとこ来た。ねえ、今ちょうど野菜を湯がいてらっしゃるんですね。そうなんです。わー、わらびとほうれん草。はい。小さな鍋で料理するより、大きな大釜へやってきて、効能豊かな100度近い温泉で料理すれば、格段に味が良くなると人々は口を揃えます。春の山菜の時とか、うん、もういっぱいです。ここ入れるところがないぐらいに大勢来ます。味違いますか、やっぱり。甘もっくりする。甘もっくりする。はい、まろやかな甘さが出て、うん、甘もっくりっていうそういうまろやかな、まろやかな感じ、うん、甘さになる。そんな大釜で茹でた温泉卵をいただくことに。はい、じゃあこれちょっと冷やしてから。冷やすんですか、はい、じゃあいきます。茹で上がった温泉卵、水で冷やします。温泉卵って好きなんだな。温泉卵に目がない藤岡さん、そのお味は。いただきます。感謝ごめん、もうなんとも言えない。すごく似合いました、今卵を移っていく感じが。あ、おいしい。なんかすごい違いますね。あの、ちょうど中のね、黄身がね、本当にトロッとしてね、ちょうどいい美味しさ。いやー、これは。あ、塩味がある。おー、ね、温泉の風味で絶品の味。いやー、あー、いただきます。藤岡さん、なんと2個目。さすが自分のところで湯がくのとまた違った美味しさがある、ね、これ大釜はね、甘もっくりまろやかに。あ、なるほど。毎日食べたいね。大釜で出会った竹井さん、温泉町で生まれた美味しいものはまだまだあると、ご自宅へ連れて行ってくださる方に。野菜をね、はい、塩をし、冷蔵庫で丸一日寝かして味を染み込みやすくした野菜を使った料理。これあの細かく切って、やたらにいろいろ切ったりやたらにつけたりするんで、やたらって言いますけど。ああ、野菜をやたら入れるからやたら、はい、やたら美味しいというね。面白い。季節の野菜を使ったやたらという郷土の味を作ります。まずは寝かしておいた野菜をやたら細かく切ります。やたら切り続けるやたら切るじゃあ切りますか。全部細かくこのように切るんですか。このようにやたらに切るんですよ。やたらに切るんですか、はい、やたら切るっていうのはわからないけど、ナスをやたら切る藤岡さん、やたらと上手です。上手ですね。これ夏だからこうお茄子を入れたりもする。あの季節によってね、いろいろと大根の尻尾でも人参の尻尾でもいいんですよ。残った残り物もこうやってちゃんと刻んでおいて食べるという、うんうんうん、食べやすい大きさに切った野菜は水でさっと洗い、塩を抜いた後、紙タオルで余分な水気を取り、面白いこれ、さらしの袋に入れていきます。ちょっともう一回結構塩入れます。なるほどなるほど、塩なんですか。味付けは味噌、みりん、砂糖で、家庭によ
によっては塩味や醤油味もあるそうです。そして容器の中に半分の量の味噌を敷き、野菜の入った袋を置いて、その上から残りの味噌をかけます。お皿などで重しをし、蓋を閉めて冷蔵庫に入れておきます。でこれで時々蓋を持ってこうどっかへって返してあげる。 4,5 日もすればやたら美味しいご飯の供、やたらの出来上がりです。今日は5種類でしたけど、もっと6種類も7種類といろんな野菜の味がまた、いろんな味がするんでするんです。お待たせしました、できましたよ。武井さん、親子でたくさん郷土料理を作ってくれました。すごい、なんかごちそうがこんなに、すごいね。いやすごいね。うわ、ずらっと並べられたのは武井さんが子供の頃から食べてきた野沢温泉自慢の味です。やっぱりこのやたらやたら食べたくなるやたらこれ何日ぐらいお味噌で、1週間経ちましたね。最高のご飯の友やたら、お味は、ご飯と合うこれ、これ食欲がなくてもこれは結構食べられそう、やたらとおかわりですか。まろやかに馴染んだ味噌味が口の中でじわっと広がり、ご飯が止まりません。やたらとこの食べたくなっちゃうっていうのは本当だな。食感がいいですね、いろんなお野菜の食感がそれぞれちょっと違って、おそうめんとか麺にも合いそうですし、お豆腐の上とか何でもいけそうですね。次はどれいきましょうか。いやこれですやっぱり野沢温泉を代表する味、芋なます。ふかし芋でも煮っころがしでもなく、じゃがいもを砂糖と酢でさっと炒めてなますにして楽しむのです。どう見てもこれじゃがいもに見えない。綺麗ですね。これはびっくり、このシャキシャキ感、ちょっと甘さもあって、お酢のこのさっぱりした感じもあって、これね、じゃがいもって言われなかったら初めて食べても絶対に当てられないな。分かんないですね、これ止まらないですね。これはちょっと食べやすくて美味しい。食欲に火がついた2人、もう箸が止まりません。続いてはたくあんの炒め物。漬物もただそのまま味わうだけじゃなく、余ったものを醤油で甘辛く炒めて変身、ご飯のおかずにします。いい音。この歯ごたえいいね。これもご飯の酢、これもご飯の酢。もう野菜とかそういうものも限られてしまうでしょ。だから取れる時に、ある時に蓄えておいて、それを同じものでも煮たり焼いたり、三杯にしたり、しょっぱくしたり、甘くしたりして、食べるようなことを、昔から、教えてもらって、ね、冬食べられない野菜をうまく保存しながら、ここまでいろんな料理にまた作り上げるっていう人々の知恵というのはすごいな。やっぱり足らないがゆえにこう知恵が湧いてきたんでしょうね。そうですかね。ね、かけがえのない山の恵み、奥信濃の人々が作る山のごちそうは知恵と工夫の結晶です。長野の奥信濃、こんな秘境の山里で思いもよらぬ山の知恵をいただきました。ごちそうさまでした。